2008年、大阪、東京で開催された、人間60年、ジュリー祭り。人間60年、ジュリー祭りは2008年11月29日に、京セラドーム大阪、12月3日に東京ドームビッグ、イコールエッグで開かれた、沢田賢治の還暦記念に大ドームコンサート。両日ともそれぞれ、全80曲を歌い上げ、途中休憩約20分を挟んだ。 約6時間半のライブを観光した。京セラドーム大阪におよそ2万2千人、東京ドームに3万2千人が足を運んだ。2008年12月3日、東京ドーム2008年、沢田賢治は、全国ツアー、沢田賢治ライブ2008関連期だぞ。ロックンロールマーチの38公演に続いて、二大ドーム公演、人間60年、ジュリー祭りを開催。 2008年11月29日に大阪の京セラドーム大阪、その3日後の12月3日、東京ドームで全80曲をフルバージョンで歌い上げた。ステージ左右で待機していたコーラスタイガ4曲に加わった以外は、ここ数年、全国ツアーを共にしている、柴山和彦、下山厚志、大イグレースによるバンド演奏のみ。 ゲストの登場やメンバーの交代なしに、途中休憩約20分を挟んだ、第1部、第2部にわたる、約6時間半の超ロングライブを観行した。沢田自身が歌いたい曲を歌うというコンセプトであった、ため、ザ・タイガースのデビュー曲、僕のマリーや、CCC、ピックの代表曲、自由に歩いて愛して、自身のヒット曲でもある、ラブ、オー、ギャル。 恋のバッドチューニング、渚のラブレター、霊人、見せられた夜などうずもれる曲も多数あった。歌詞のモニター、いわゆるアンチョコを使用しなかったため、途中で歌詞間違いや歌詞が飛ぶこともあったが、バンドメンバーもアンプで全曲を演奏しきった。演出の1000人のコーラストへが参加した4曲は、ラブラブラブ、我が球場、ロックンドールマーチ、あなたに今夜はワインを振りかけ。 ありがとうございます。